開幕戦でいきなり優勝候補のアジャコング井上京子組というと対戦ということになりましたが、初っ端から優勝候補の相手ということなんですけど、もう自分たちの出せる力はもう精一杯出すだけなんで頑張ります。 Yeah, today is the first day of the tag league this year and we're facing the toughest team there is, so we're going to try our hardest. 具体的には新しい合体サポートがありますか？これといってはないんですけど、もう長くタッグ組んでるんでコスチュームも揃えたし気合を入れて頑張ります。 Well, if you're going to be a team, you gotta have some kind of uniformity to you. So even though our wrestling is different, we're still together.本格的なチーム結成でタッグリーグ出場のアジャコング井上京子組、抱負を一言どうぞ。はい、優勝を狙うだけです。そうですね、優勝です。本日開幕戦はデビー長谷川組と対戦になりましたが、手強いかなですけど、でもアジャさんがいるんで。どういった？まあ問題ないでしょ、こんなこと言ってるけど。というわけでタッグリーグザベスト公式戦、本日の2本目ですね、アジャコング井上京子組対デビーマレンコ長谷川早紀江のトリ、長谷川とデビーはいよいよタイツまで揃えてチームっぽくなりましたね。いや本当にチームタッグチームっぽいですね。女子プロ版スタイナー兄弟になりますよこれ、まあ、タッグチームの魅力にあふれてるって感じしますね。でもよく見るとアジャと井上京子もなかなかチームっぽいんですよね。アジャの走るところなんか面白い。今の対決にお互いにロープ走ってなんかゴーディー・ウィリアムスっぽかったですよ、結構。ただアジアのテンポは遅いと思うそれが美味しいんですよ、それが。でさっきデビー・マレンコはインタビューの中で開幕戦、タッグリーグの開幕戦からいきなり最強のチームに当たっちゃったけどベストを尽くしますなんてことも言ってましたしね。長谷川とのコンビは長いんでいよいよユニフォームを作ってなんか2人とも新しいこのトレーナーと水着をエンジョイしてるみたいな感じですね。かわいいですよね、なんか。そうそう、見栄えがいいですよ、この2人は。スラッとしてるんですよね。確かに、見たくれがいいっていうかそうですね。アメリカ人の人は分かんないですよ、吹け始めますからすぐにまあいいでしょう何ですかそれは。そうなの、ある日吹けちゃうの、アメリカ人。ある日突然、毛穴が開いてきちゃうような、なんかそんな感じですね。そう考えれば日本人だから素晴らしいんですね。いや分かんないですよ、まあ日本人だってでもすごい2人ね、長谷川デビー組、近頃本当にタッグチームとして急上昇してきて、してきたんじゃないかなと私は思うんですけど。女子プロ史上いないですよね、アメリカ人と日本人がちゃんとコンビを組んでちゃんと長いこと活動してるというのは。一時西脇光子と、メデューサが、タッグリーグでやっぱりこう組んでやったんですけど、ちぐはぐでしたよ、なんかバランスが悪かったですもんね。いやあれ性格が合わなかったですよ、こちらなんかすごくバランスも取れてて、しかもスタイルもいいってことで本当に。そうは一回、今面白かった。いきなりさりげなく行ってしまいましたね。得意ですね。あ、こっちも。あ、こちらも。じゃあ、ランチャーですか。先手取っただけ偉いんじゃないですか、この。これは？これがスタイナー兄弟ですね。でもこのデビーと組むことで長谷川が本当明るくなってるのはいいですよね。下手すると結構暗い顔で試合やっちゃうタイプでしょ。ありますあります、今日なんか違いますね。そういう日もあるし本当に、今日表情が違います。なんかそしたらこのタッグリーグの大会にすごくかけてるのかもしれないですね。で一つには今すごく期待されてた吉田麻里子が欠場でしょ、だから先ほどの開始ざまあみろってやつですねなんていうのかな、アジャ選手も井上京子も万能選手だからね。でもやっぱりアジャ京子の方がさもなってたかな今の坊主は
アジャは本来すごい明るい選手だと思うんですよ、だけどそれをやっぱバイソンと組んでる時はそんなに出し切れなかったと思うんですよ、激しさね、うん、激しさでいってたっていうのがあると思うんですけど、今度京子と組んで明るさをね思いっきり出してますよね、うん、やっぱり変わりますね、パートナーによって、うん、デビューもああいうことできるようになったんですね、うん、アピールっていうか、でも見たくれの面ではやっぱりデビー長谷川組の方がよっぽどかっこいいですよ、チーム的にね見えますからね、うん、アジャと京子は基本的にはシングルプレイヤーが組んだという形ですから、うん、さっきの話なんですけどね、あの吉田がまあ欠場となったんで、ええ、そういうこう新風っていうかな、フレッシュな風というか、そういう点に期待したいのがこの長谷川デビュー組だと思うんですよね、でまだ結構そういう本人たちも自覚があるんじゃないですかね、やっぱ自分たちが頑張らなければっていうんで、それが結構出てるな気がしますけど、そうですね、注目度は大きいですよ、この2人、今回このチームは頑張らないと面白くないんじゃないかなと思いますね、うん、そうですね、強い人同士が組んだチームが勝ったら当たり前でつまんないタッグリーグの面白さはないんですよね、それじゃね、うん、本当はね、だから、うん、誰が見てもトヨタ山田、ええ、あとこの京子アジャ、ええ、この2チームが残るんじゃないかなって思いますよね、うん、だそこを狙ってね、この2人なんか残ってきたら面白いかもしれないですよ、デビュー長谷川ね、そこにデビュー長谷川の若さが食い込んできて、しかも堀田みたいなベテランパワー、これも結構入ってくると非常に面白いんじゃないかと思いますけど、あの堀田選手なんか特に復調著しいですからね、そうですね、あ、久々ですね、これ復活しましたか、復活したというよりはあれ FM のファンですよ、あ、男性ファンはこれやりたいんですよ、ウーアジャーというの、ギャグになっちゃいけないんですよね、あの割と楽しみたくてみんなでやるんだったら盛り上がりのコールでいいんですけども、ギャグとしてウーアジャーが出るときっていうのは割と僕悪いサインだと思うんですよ、あ、悪いなんか雰囲気を暗示してると思う、ウーアジャーは古いですからね、もう3年ぐらい前ですよね、もう、そうですね、本当に言うと、まあでもそうやって今の前述のね流れに追いついてないファンも中にはいるということですよ、でもそういう面ではそういうファンまで見に来たっていうことですね、そうでもだから開拓するすべきファンっていうか観客層ってまだたくさんいるんですよ、うん、そのファン層っていうか観客層を離さないっていうことですよね、でもまたあの今前の試合があまりにももう緊張というか、うん、そう緊迫感のありすぎたからその反動もあるんでしょうね、う安心してますこの試合割と、みんな、逆に選手にとっては非常にやりにくいというか、その中でやるのはやりにくいですよね、私個人としてはね、もうちょっとアジャの長谷川いじめというのファイト見たかったですよ、今ちょっとあっさりしてた、でも長谷川作品はすごい体の面では本当に恵まれてますよね、最高の体格ですよこれ、この年代の子は何でしたっけ、マット、はい、渡辺、伊藤とかですね、伊藤ですよね、もうはるかにでかいですからね長谷川は、金星が取れてるしね、本当に後ろから見てると素晴らしいですよね、もう本当にレスラーらしい体ですよね、しかも顔も可愛らしいと、顔はいいと思うんですよ、童顔で可愛らしいですよね、そういう点では火の打ちどころがないんですけどね、うん、あの技がにキレがなんとなくない場合がある、あのでも長谷川の場合はすごい怪我に、そうですね、腰も膝もですね、うん、チャンスを今まで怪我でかなり逃してますよね、なるほど、あの私もそうなんですけど、うん、その正確さといったら井上京子の右に出るもんないっていうぐらいでしょ、正確ですもん、これ一つ一つが、京子は結構長谷川いじめますよ、まあ、なんか腰悪いのにこの技、荒削りなところが長谷川デビュー組っていうのはまあ一つ楽しさになってるんですけどね、その代わり他のどのチームよりも
コンビネーションの合体プレイヤー多いですよ、一緒にできる技はと言っていたら、私たちにもこれがあるんだという感じで、まあ、体当たりじゃないですかそれは。でもあのこれはいいですよ、この2人の体当たりダブルタックルは。デビーがハセハセって言うんですよね。あハセハセ、あ本当だ、言って言ってるな。あこれは長谷川が長谷博士のファンだから。違うんだって、長谷川って言えないですよ外人そうそう。あ先へは先先になりますから。でも長谷川って実際ファンなんでしょ。なんかあそうなんですね、長谷とか長野とかファンなんでね。だそれもあるんじゃないかなと思いますけど。何でもなかったサソリですかね、ええ、サソリやるのもいいけど、これ長谷川足が長いからいいですけど、短い人だったらアジャの足回らないじゃないですか。今一瞬思っちゃった。うわすごい、やっぱりアジャ様の腿からお尻が、で硬いんですよねアジャの体っていうのは。体硬い、うん、あのそういう、 こう柔軟力性とかじゃなくて肉自体がすごい硬いんですよ、ね、だからエルボーなんか今得意でやってますよね、はい、結構すごいですよ、もう本当に岩石が落ちてきたかっていうぐらい。アジャはそういう意味であの後ろから見るとなんか怖さが分かりますね。ちょっとこの人やりたくないなっていうのが後ろから見るとすごい分かりますね。体に凄みがあるというか。本当に本当にこの井上京子の技は正確ですね。スルッと入ってきますね。次に何やるか全部インプットされてますね頭にね、うん、井上京子もあのなんていうかほら、うん、次はこれだ次はこれだっていう風に、うん、自分の持ってるものを全部出し切らなかったら気が済まない人なんですよね一つ一つね、うん、井上京子っていう人です。またそれを正確にやるわけですね。かなりこの技は私あのメキシコから井上京子と山田が帰ってきた、川崎ですか、その時に初めて受けたんですけど、手と足首がすごい痛いんですよ、今ね、吊るされながら持たれたから、あれを上げられてエンズイギリを食らったんですね。そうなんですよ山田は。あの時本当よくあの体勢からあと持っていけるのかなと思いましたけどね、持ち上げられるものなんだなと思って。徹底的にあれですね、腰腰ね、ますね。でも長谷川先へのやられてる時の表情というのは結構魅力的ですね。あいいですね、泣いちゃいそうなのいつも、普通長谷川ぐらいでかくなっちゃうと男の子から見たらちょっとこう違和感ってないな、あのなんか抵抗があると思うんですよね。ところがあまりにも顔が可愛らしいから結構魅力的なんですね、男性側から見ても非常に人気が高いというか。相当今腰悪いですよ長谷川は。あのおっいいや、いいですね、片手の裏投げかな、タオルを入れてやってるんですよ。後ですか、控室はちょっと違うんですけど、あのまあバンテージを巻いてくれる人が一人いるんで、あのそしたら必ずタオルを入れてますね。あの腰に、はい、ゴムとかだけじゃもうそれじゃもう持たない持たないんですよね。結局だからタオルを入れるっていうのは相当なんですよ。だから胸を鎖骨をやった時とかでもバンテージだけじゃ足りないんですよ、もうその振動っていうんですか、やられた時のものがタオルを入れてやってるんですよね。この技をやって客席を沸かせるってのはデビューぐらいですよね、女子で。まあこだわってますね女子だったら ね、こんなに腕も曲がってフェイスロックも入ってるのに、女子は体柔らかいからなかなかスッと止まらないんですね。ほら形としては完璧に決まってますもん技は。でもこれあの肩なんか故障してる時にやられたらこれきついでしょうね。最悪ですよ本当に。でデビーの場合はガッチリ入りますよ、デビーまだ腕が長いからこの技非常に向いてるというか、合ってるんでしょうね。
で顔が見れるしちゃんと。あ、写真に写した時ですね、顔が隠れちゃう女子のレスラーって多いんですよ。あ、多いですね、でも今の技なんか、まあ、カメラというあれから 見ればね、超の今のなんかでもデビー上手になってますね、一つ一つの技が。あの外人さんって来たばかりの時って本当に荒削りじゃないですか、でもこの人は日本のレスラーと一緒、うん、やっぱり初めからもう覚えようっていうかね、基礎から覚えようっていう気持ちがあったから、デビューの場合はあんまりあの向こうでそんなにできてなかったというか、レスリングが。そうなんですか、うん、それが良かったんですか。道場行ってただけですから、試合数少なかったですから。試合はこなしてなかったですか。試合はデビューはしてたんですけど、女子の選手が数が少ないじゃないですか、アメリカ、はい、試合がなかなかないんですよ。ある意味じゃあ一からやったというような感じがあるんですよね。だからそれが良かったんでしょうね。そうですね、やっぱり若くしてきたのもあるし、うん、まだ日本で2年やってるのにまだ21だもん。あー、なんか随分年に見えちゃうけどな、うん、外人は見えますね、うん、まだ21でしょ、あと 4,5 年できるでしょ、たっぷり日本で、うん、可能性を秘めてますよね、そういう面ではやっぱり基礎からこの日本のスタイルを覚えてきてるっていうのは強いですよ。その上やっぱりいろんな関節とか知ってるし、まあ、プロレスが好きだからこの人、あ、それは一番大切なことですね、プロレスのビデオばっかり見てるでしょ、うん、一日中、うん、そういう面では結構デビューもほとんど日本側の一員としてなんか長くやってほしいような気がしますね。あ、でも、実際日本側っていうか、うん、もちろんそうなんだけども、いや、もう気がついた時にはもう外人という意識がないぐらいになんかそのぐらいなんかやってほしいような気がしますね。すごい溶け込もうとするんですよ、デビューっていう選手は。あのこんなこと言っていいのかな、メデューサは結構食べ物にしても何にしても好き嫌いがすっごい多かったんです。あ、だから、ね、私はお肉は食べないからとか、まあ結構わかんないじゃないですか、地方なんか行ったらね、あの食べるとこがどんなとこあるのかとか。でもデビューの場合は一緒に食事に行こうとか言った場合は何でもいいと思いますよ。で何でも食べます嫌がらず。でもうみんなに溶け込もうとしてるんですよね。だから日本語はどうですか。日本語はかなりあれですね、上手くなりました。上手くなりましたっていうか、やっぱりうちの選手っていうのは英語とかそういうものに弱いんですよ、実は。全員本当に、うん、だからデビューの方で日本語を覚えないとってことですね、うん、本当にコミュニケーションっていうかそういうの必要だと思うんですよ。でもなんかこう長谷川とデビーが立ち話してるのなんか聞いても面白いですよ。絶対英語なんて使ってませんからね。ああ、全部日本語？日本語です。でもやっぱりそれをで理解してね、こんだけいろんなコンビネーションとかやっぱり心なんでしょうね、プロレスって、まあ、そうですね。長谷川とデビー割と難しい合体攻撃やるでしょ、どうやって話してんだろうと思う。やっぱ心なんでしょうね。2つか3つ続けるでしょ、よく合体殺法どうやって通じてるかと思う。かえって耳から入ることの方が覚えやすいのかもしれないですね。試合数2人でこなしてますよね、だからあれやろうよこれやろうよって言って、多分痛感になってきてるんじゃないかな。ジェスチャーとかでね、こういうものをやりたいっていうのを教え合ってるんだと思うんだけど、あのスティングとかね、あの技のレスラーの名前で呼んだり、うん、あスティングやろうとかね、エースクラッシャーやろうとかね、あ、それ一番思いやすいかもしれないですね。お互いに分かってるじゃないですか、プロレス用語ですから。お、いいタイミングですね。でもある程度キャリアを積んでそれで外人さんと組んだ場合はこう外人さんのことを引っ張っていけるじゃないですか、でも長谷川の場合まだ新人っていうか中堅の部位じゃないですか、それでやっぱりお互いにこうねやっていくっていうのは難しいと思いますよ。どっちがリードするわけでもなくっていうか、別にね、うん、だけどそこが新鮮でいいんじゃないかなと思う。なある程度タッグチームってどっちかがあれじゃないですか、うん、役割分担かね、うん、でもデビューと長谷川ってそういうのないじゃないですか、あんまり。 あんまないですね、うん、そこがすごい新鮮なんじゃないかな。もっと向こう、もっと向こう、ああ近い近すぎた。そういう場合もあるんですね、こういう時やっぱ困りますね。急に英語でもっと遠くになって言われても分かんない、分からないと思うだろうし、この辺でいいかなんて言えないし。おあ
えげつなくて好き、うん、よくやりましたね。やるときはやるんですね、長谷川も。ギャー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 騒ぐだけだと思ってた。これは見せ場ですね、このチームの。合体殺法を持ってるからいいですね、このチームはね。お、ヒットするようになりましたよ。これがね、完璧にね、あのローリングソフト完璧にできるんだったら、前は10発やっても3発当たるかぐらいの、ね、本当にそんなとこだったんですけど、今はもう胸板にね突き上げてきますからね。相手を見ることを覚えましたよね。ああなるほど。相手を本当に、前はもうがむしゃらだけでもここで出さなきゃっていう感じで出してきたけど、うわっ素晴らしい、完璧じゃないですか。今の一発はすごかった。あと一つなんか手が欲しいですね。あの長谷川はつい最近あのコーナーからあのそばとやってたんですよ。だけど今使わないじゃないですか。何でしょう、それは何でかっていうとですね、私あのこれはちょっと本人から聞いたわけじゃないけど、ちらっと聞いたんですけど、偉いなと思ったことがあったんですよ。完璧に当たらないからだって言うんですよ。今そういう人になかなかいないんですよ。本当に私はこれをやりたいからやるぞって、そういう通す気持ちもすごいんですけど、これは違うなと思ったら、長谷川の場合あのや見せかけわけだけの技だったらやらない方がいいと思ったんじゃないかな。あの完璧に練習して完璧になるまで渡さないっていうことを言ったらしいんですよ。でそれを聞いて素晴らしいことだなと思いまして、密かに練習してほしいですね、じゃあね、一時はねやり方を変えたんですよ、そばっていうコーナーからね、でもやっぱり当たらない場合が多いんですよね、まあ、重心取りづらいじゃないですか、コーナーの上から降りてるのは。だけど近くは全然使わないんで、どうしたんだろうと思ってちょっとちらっと聞いたんですけど、まあ本人からじゃなかったんですけど、完璧に当たらないから使わないんだっていうふうに、完璧に当たるようになるまでは。さあ結構チャンスですね、デビューするのに。ああ、うわダブル、はいまとめて、ああ流れが変わってしまった。パワースラムとかお手の子大体でやりますもんね。いやー、アジアの場合はまだまだデビー軽いんですね、体が。よし、これもらったら大変だ。でもアジアも本当にこの体の割には動けますよ、ね、アジアに行ってる。あ、でも綺麗に決まってますよ。これ結構新鮮ななんか風景という感じがしますね。足があんなに曲がっているのに、じりじり、いかれちゃいますね、これやっぱ体の差ですよね、かけてもこうじわじわ動かれちゃうっていうのは、なんか新鮮な絵柄という感じがしましたね。綺麗な絵だったんですよ、あの写真として見れば。意外と珍しいじゃないですかね、アジャとデビューの絡みっていうのは。こういうところでは、あ、そうですね、まあ地方では身近でやってるでしょうけど、案外ないような気がしますね。ああないでしょうね、あんまり。不思議に地方ではこの3人が組むんですよ。あ、なるほどなるほど、ありますね、そういうの。あのアジャ、長谷川、デビューが組むのはあっても、当たることっていうのはなかなかないですね。あ、じゃあそういう面ではこれもタッグリーグならではというか、そういう感じなんですよね。そうですね、あっという間に20分早いですね。でもタッグリーグ、やっぱりジャパングランプリっていうのはやっぱ、新人中堅が入った場合は自分を試すチャンスだと思いますよ。あの上の人一通り全部当たるんです。そうですね、絶対当たりますから、だから自分のチャンスをやっぱりね、なんていうのかな、ないけど大切にするっていうか、もうものすごく考えて考えて試合やった方がいいと思いますね、みんなね。うわ、自分をアピールするっていうかね、大チャンスですから、あ、頑張って。あれ、今ちょっとデビュー入んなかったら危なかったですよ。非常に危なかった。あの一発ですけど。頑張りさきちゃんって言いたくなりますね。応援しやすいんですよ、この人と。やっぱり。あ、二人まとめて。でもアジャっぽい。これいいんですか、ホール。知らない。まあ、でもとりあえずどっちかが権利あるわけだから、長谷川です、取られれば取られても終わっちゃうじゃないですか。でも今のアジア風の本
当にあのコミカルな。さあもちろんエルボーですね。これ大好き僕。階段みたく登ってっちゃうでしょ。あれですよね、それ失敗したことないんですかね。あ、ありますよ。ありますよ。でもこういう大試合とかで見たことないですもんね。失敗すると人がいないところに肘を落としちゃったとか、そういうことですか。あ、綺麗。あ、ダブル。あ、綺麗ですね。アジャもやってる。本当だ、アジャまで。アジャも井上京子の技を。ああ、なんかアイデアの勝利って感じがしますし、やっぱ架空の違いが見えちゃったなって感じもしますしね。でも最後は一応このチームらしさを出しましたね。予想以上にアジャと井上が、井上京子がチームでやることを結構エンジョイしてるってことなんですよね。そうですね。でもこれはこの2人が、あの長谷川デビューがすごい頑張ったなっていう方が私は強いですね。うん、そうですね。印象の方が本当で言うと力の差まだあるんですよね。全然あると思いますよ、ね、でもよくやったですよ、あのデビュー長谷川チーム、はい、タグリーグザベスト、まずは勝ち点1ということになりました。はい、よかったですね。これからどんどん、あ、全部勝っていきます。まあ当然の結果といえば当然の結果でしょうし、まだまだ今日はアジャコングと井上京子の一面しか見せてませんから、これからまだまだたくさんいろんな面がありますから、うん、最後のダブルの回す攻撃っていうのは、これは考えた2人で作ってきた攻撃ですか。そうですね、作ったっていうか、まあ京子がもともとやってる技なんですけど、まあ自分も担ぎ技とかやらないわけじゃありませんから、まあ、やっていいんじゃないかなと思って、まあ楽しんで勝つと、楽しんで勝つと。お疲れ様でした。まず